はい、どうも、こんにちは、島です。はい、不毛な会話、やってまいりました。はい、えー、っとですね、今回ね、予想させていただきますレースは、えー、キーランドカップの方を予想させていただきます。キーランドカップはですね、あの、データ編を作ってありますので、下の URL を貼っておきますので、そちらの方で見ていただけたらと思います。はい、ではね、早速予想の方を始めさせていただきます。 はい、えー、まず1番手なんですけども、えー、7番のローブ・ティサージュを1番手に挙げさせていただきますえっ、ー、とねこの馬ですね、はいまあ、前走ね函館スプリントステークス2着ですねはいまあビクトリア・マイルは、まあ、11着とでも大敗はしてますけれどもはい やはりね、えー、右回りの方がね、合ってんじゃねえのかなと、僕は、まあ、この時思ったんですけども、うんと。じゃあね、この時に、ね、確か馬券買ってったんかな、まあそんなことはまあどうでもいいですわ。まあ選んだ理由ですけれども、金金の成績がすごくいいっていうところですよね。あのデータ編でも言ったんですけども、はい、えー、やはりね、あのー、北海道組ですね。はい、まあ、函館と札幌を前走走っている馬がやはり勝ちやすいっていう。 傾向がありますので,で、前走の成績を考えてみるとやはりこの馬が1番手に上がるのではないかと思い1番手に上げさせていただきましたまあそれとですねあとまあバ馬貧馬ですからねまあその辺もやっぱりポイントとしてね入れてもいいんじゃないかと思いましたはいえー、2番手なんですけども、えー、3番のスマートオリオンを上げさせていただきますはい えー、前走ね、UHB 賞2着ですね、まあ前の竜神に対してね、タイム差なしだったんですけれども、はいまあその時にね、5 7 5キロの金量を背負ってたんですよ。で今回ね、5 7キロに、まあ0 5キロ減ってる形です。はいね、えー、そうです、ねえー 最近は USB 賞がね、もちろんね、まあ、勝ち負けでしなきゃいけないレースだったので、とても良かったと思うんですけどね、その前のね、函館スプリントスペース服がね、9着、で、その前の高松の宮記念7着、まあ、高松の宮記念に関してはね、まあ、不良馬場だったんで、あまり気にしなくてもいいのかなと、で、感覚がね、すごい狭まってるんですよね、はい。ただ、それはね、あの、オーシャンカップで、あ、オーシャン、そうですね。 今年の3月にあったですね、あのオーシャンステークスですね、すみません、えー、オーシャンステークスを連投で勝ってますので、はいまあ、そのね、やっぱ使い詰めることに関してはね、あまり気にしなくてもいいのかなとは思ってます。はいただね、あれなんですよね、ジョッキーがね、武豊かジョッキーなんですけども、えー、復帰したばっかなんですよね、復帰2戦目になるのかな、多分これ、このレース。 日曜日に、ね、2クラ乗る予定なんですけどものその2桁目なんですよねこれがなのでまああんまりどうなんかな、まあ、やはりねレース感がね多少取り戻せてたらいいんですけどねそこでパッてって勝てるかって微妙だと思うんですけど、まあ、スマートオリオン自体はね力のある馬なので、ね、そこはやはりジョッキーの高リードを期待して、まあ、2番手に上げさせていただきました えー、3番手なんですけども、えー、15番のレッドオーバルはい、えーまあ、この馬前走ね、えー、札幌日刊ステークス1600万下を勝ち上がったばっかりでやっとオープンに上がったっていう馬なんですけどもなんか下馬評だとねなんか一番人気に押されるんじゃないかっていう話が出てるんですけどほんまにってちょっと思って。 ははいいるるんんでですすが、まあ、どうなるかは分かんなかか、はい、ただねこの馬はね、まあそのえー、データ編でも言ってるんですけどもやはりあの条件戦からねやっぱ勝ち上がってきた馬は馬なんですけどあんまりね成績が良くないんですよねはいローテーション的な話なんですけどもやはりオープンねで勝ち上がってきてきた来ててもらった方がやはり いいかなと思うんですけども、まあ、実力は、ね、ある馬なので、はいまあ、この辺クラスであれば、ね、勝ち負けができるんじゃないかなとあとディープインパクトサンクであるのとやはり牝馬っていうのがやっぱ大きいので、まあ、ここも、ねえー、上位に食い込んでくると思い、えー、3番手に上げさせていただきました、えー、最後に、ね、4番手なんですけど8番の A シンブルズアイ まちょっと穴目のところをね、ちょっと買わせていただいたんですけども、えー、前走ね、NHK マイルカップをちょっと大敗してるマで,ですね、えー、前々走は毎日杯ですね、5、2着っていう、まあ3サ歳サーでね、まだね、上り調子だと思うんですけどね、このね、えー、夏にかけてね、成長だいぶしてるのと、休養明けっていうのがね、大きいんですけど、 えー、まあ実際ね調教を見るとねしっかり乗り込まれてるっぽい感じなんでまあそこまでねあのー、気にする必要性はないんですねはいでここでもねまあ、勝ち負けね下手したらできるんじゃないかっていうまあちょっと大穴含みの感じでまあ糸を選ばせてもらいましたはい、まあ、金量もね、えー、軽いので3歳馬だと まあ、その金量の恩恵を受けてね、いい競馬ができたらなとは、ね、思います。はい。えー、で次ですね。はい。えー、次、買い目の方なんですけども、はい。えー、毎度おなじみね、3連単の二等軸マルチで買わせていただきます。えー、3番と7番を軸にして、えー、2番、8番、10番、15番のをひ,まひもで買うような形になります。はい。 えー、まあね、まあ上げてない馬でね、えー、10番とかね、えー、2番とかなんですけど、まあ、10番、えー、ブランダムール、まあ、前走ね、僕、これ、この馬、あのー、予想するんだったらあげ,げる予定だったんですけども、まあ、オープンレーサーで予想はあんまりしなかっの予想自体はね、軽くして、僕はこの副賞をこの間ゲットしてるんですけども、はいあのー、まあね、やはり、 いいいなとは思いました、ねまあさすがにねちょっとちょっと厳しいかなと今回のレースはちょっとねさすがに角もまた上がるので厳しいかなとは思うんですけどもまあ期待を込めてまあ選ばせてもらったのと、えー、次、えー、2番ですね福、えー、のドリームの方なんですけどもはいまあ3歳牝馬の5 1キロですよね まあ魅力的ですよ。ただね、新潟から来る分ね、ちょっと割引が必要かなと思って、この位置なんですけども、まあ、うまくいけばね、なんかやってくれるんじゃないかなとは思ってはいるんですけども、まあ、そんなに甘くはないですよね、普通にはい。ただね、アイビスサマーダッシュのね、あの32秒4っていうのは、やっぱりきらりと光ってる部分が大きいと思うので、あここでもね、 やってくれるんじゃないかと思い、まあ、期待を込めてまた選ばせていただきました。はい。えー、それではね、まあ、これでね、予想の方は終わります。なかなか聞いていただきありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。